それではステージへ登場いただきましょう、はい、どうぞ。ミスサンサ踊りの高橋ゆりなと申します。虫壁ななみと申します。佐藤夏美と申します。中立みずきと申します。上杉ゆりと申します。私たち岩手県民は東日本大震災以来多くの皆様にたくさんのご支援をいただいております。今回の六根祭では一生懸命踊ることができるよう精一杯頑張りたいと思っております。盛岡さんさ踊りは毎年8月1日から4日まで開催される岩手を代表する夏祭りでございます。昭和53年から始まり今年で39回目を迎えます。昨年は138万人のお客様にお越しいただきました。盛岡さんさ踊りの由来は諸説ございますが、その中でも最も有名な盛岡市那須川町にございます三石神社三石伝説についてご紹介させていただきます。その昔南部盛岡城下に羅刹という悪い鬼が現れ悪さをして暴れ回っておりました。困り果てた里人たちは三石神社の神様に鬼の退散を祈願しました。願いを聞き入れた神様は鬼を捕まえもう二度と悪さをしない誓いの証として境内にある大きな岩に鬼の手形をさせました。これが岩にいて岩手県の名の由来だとも言われております。鬼の退散を喜んだ里人たちは手形のついた三石の周りをさんささんさと言って踊り回ったことが盛岡さんさ踊りの始まりだとも言われております。またさんさ踊りの合いの手にさっころちょいわやせという掛け声がございますが、このさっころを漢字で表しますと幸せ、呼ぶ、来ると書きます。本日会場にお越しの皆様、幸せが訪れますよう、そして一日も早い東日本大震災からの復興を祈り踊らせていただきます。この東北六根祭では勇壮な太鼓の音色と華麗な踊りの群舞で盛岡の夏をお届けいたします。ぜひ8月の盛岡さんさ踊りにもおでってくなんせー。はい、ありがとうございました。盛岡2016ミスサンサ踊りの皆さんでした。改めて拍手をありがとうございました。ありがとうございました。なんかしみじみと挨拶を